今、企業は商品の説明を動画で説明する、また、社員のスキルアップするために、動画の e ラーニングの編集をする、そんなことが急務になってきたわけですね。特にテレワークで在宅で勤務する人たちが出てきましたから、ちょっとこれ聞きたいなと思っても、なかなかそれはできないわけですね。それと、最近、 私はタクシーに乗るわけですけど先日乗ったタクシーは沖縄の出身の女の子で名古屋のタクシー会社に勤めたんですねどうやって採用してもらったのって言ったら Zoom での面接だそうですね親戚から東京とか大阪よりも名古屋の方が安心だから名古屋で見つけなさいよという。 アドバイスがあったとそして名古屋で、えー、どの会社にしようかと思ったらタクシー会社が出てきたわけですねそれは Zoom で面接ができるというのがあ選択理由だったんですねそして Zoom で申し込んだらまず最初1回目そこで、えー、自己紹介から企業の紹介もそこでしてくれるわけですけど、えー、そこで聞きたいことがあったら あー動画でで送ってくれるそうなんですね例えば「新入女子スタッフの1日」という動画があって「う、え、ち、ー、には寮がありますと」と寮を降りればもうすぐあのタクシーの配車センターがありますからあそこで、えー、体温のチェックとかなんかして、えー、1日出て,てもらうと、えー、1か月の、えー、乗車時間が決まってるそうなんで5時には あ車庫に戻ってきてきくださいと、えー、5時からはまた夜だけの人たちが来ますからというようなことで、えー、残業もないんですねそして、えー、寮のお設備の話もおそこで動画で出てくるわけですその会社は24社の小さなあタクシー会社が集まったあーホールディングなもんですからホールディングでそんな 採用を決めてそしてこんな子が採用できましたよっていうと今度それが欲しい24社の中から手が上がったところに、えー、案内するわけですねそうするとそこの立地条件で、えー、例えばあ名古屋市でも24社は別々なエリアにありますからそこで選んでその1つに採用してもらったと、えー、とても喜んでました、えー、このような教育についても 動画でストックしておくことが必要になるわけですし Zoom というものが自由に操れる面接にしなきゃいけないわけですねそんな研修を旅館がアドバイザーを用意しておくことによって企業の採用の動画撮影っていうのもありますし各部署での e ラーニングでので 教育っていうのをこの宿泊をしながら撮影ができると多分1泊2日とか2泊3日でかなりの動画が再生できるのではないかと思います。これは1時間の動画を撮るのではなくてできれば23分の動画を50本100本撮るようなことが必要ですがその時の 取り直しも、えー、編集も一発で、えー、完結する私たちの使ってる、えー、トライキャスターっていう道具を一部屋セッティングするだけで、えー、スタジオができてしまうわけですねこんな集客の仕方も補助金アシストの、えー、一つとして入れておきました。